砂田族は、8世紀から10世紀頃まで、河北からオルドスから、山世近辺の地域で繁栄した、トゥルク系民族の開いた特決を構成した一部族。特決崩壊後、トゥバンに月き後に、唐に起伏。文州など、現在の山西省北部に定着して、群閥化して、次第に、寒化した。いわゆる五大十国の河北を支配した古代王朝の内、内高等、更新。 五感の三つは、砂田人の君主は砂田系軍閥の軍事力を背景に建国しており、肝人系とされる、もうとの地方政権である後、職をはじめ、各武氏、柴久氏といった君主をいただく講習ですら、彼ら王朝創始者たちは、砂田族の留置縁に見出されて砂田系軍閥の一員として台頭し、やはりこの軍閥の軍事力を背景に建国している。 その後、全中華を統一した、長教員の総長も、この、広州の国軍から台頭しており、砂田系軍閥の系譜を濃厚に継承している。特決はかつて、唐と並ぶ、巨大帝国を築いていたが、8世紀半ば、ウイグルに滅ぼされる。しかし、西特決の構成員で、ルク系遊牧集団の一つで所付きと呼ばれた、部族が、河北地方に南下し、 後世のオルドスを中心とした地域に万居し、スナタ特決と称された。はじめトバンに属していたが、8世紀半ば、安氏の乱が起きると、道官を守る歌、助官の軍に従軍し、党と関係を持った。868年、法の乱が起きると、1日終始死になっていたスナタ族の主者席心がこれを、鎮定し、党の皇帝より、党室のせいである、りと、 国将の名を与えられ、陸に政と名乗り、有力軍閥となった。続いて875年、高層の乱が起きると、陸に政の子、李克用が黒い軍装で統一した、カラス軍を率いて、三世から南下、高層を破って、長安を奪回する功績を挙げる。高層軍はやがて、主前中の寝返りによって和解するが、その主前中によって、当事体も滅亡させられる。 理性を継ぐ砂田族は、自らを、党の政党を継承するものと位置づけ、利活用、いあり次への二代にわたって、主戦中の公領と対立し、また、北方の信仰勢力喫端と連携、対立を繰り返しながら、公領を倒し、高等王朝を建設する。砂田族系の王朝の特徴としては、実子と養子の格差があまりないことで、それゆえに、 大きな権力を持った皇帝が報ずると、皇継をめぐって、実子と養子との間で争いが起きることがあった。これは、もともと小規模勢力であり、しかも、遊牧経済を営める草原を離れた、この軍事集団が、その中核軍事勢力を維持拡大していくために、主張層を含めた幹部武将たちが乱世で夜るべを失った、者たちたちなどから、軍人、 兵士として有能なものを見出しては、養子とし、子外の配下として、養父用紙ネットワークで構築された、軍閥機構を構築していったことによると言われている。リアリ継への後を継いだ、李ツ元は、利活用の養子であり、李ツ元の後を継いだのは、実子の利重圧ではなく、彼から行為を散脱した養子の利重化であった。李ツ元の女性石�高氏は、利重化を滅ぼすため、 期待の参下に入り、ついに、李重家を倒して、後進王朝を立てる。しかし、その実態は、期待の区別であり、国内は当末期と、同じく各地に軍閥が拡挙するありさまであった。石高氏の死後、最小の兵道らは、石高氏の子ではなく、老いの石、刺激を擁立するが、期待の怒りを招き、寮の体操、矢立溶骨によって滅ぼされた。 三世によった軍閥の留置縁が五冠を立てるが、これも支配範囲は小さく、すぐに崩壊した。五代十国時代の内河北の五代の構想は、実際には砂田家王朝と北大族の領土の間の連携、離反の繰り返しであったとも言える。ありがとうございます。